私知ってる一尾子なんちゃんがよく飲んでるやつじゃん、コンビニ。そうなんです、よくお気づきになられました、ね、このうさぎちゃん、これ知ってるよ私。可愛いですよね、これね。なんでどういう絵かわかります？これうさぎがいちご畑に潜入して、取れるだけ取って盗んじまえっていう絵。すごい、正解。正解ですよ、さやかさん。なんで知ってるの？知らない、何か。ちびこって三軒茶屋とかにもいっぱいいろいろ店舗があるんですけど、うん、壁紙がすごい可愛いんですよ、ちびこの店内って。それでなんかもういちごだしカフェが映えるっていうので女の子たちが行ってるんですけど、その壁紙もなんかいちご泥棒っていう柄、アーティストの方が作られたなんか壁紙で、そういうコンセプトなんです。盗みたくなるぐらい美味しいいちごってこと。あ、間違ってなかった、うん、すごい。え、知ってるのかと思った。知らない、なんか冗談で言ったら当たっちゃったかそうなんです。最低のウサギやないかよ、これは。だってヒャッホーイってなってるもん、これ。そう、ヒャーイってなってるもん。イチコイエーイってなってるよ。見て、本当にそうなんだから、イチコイエーイってなってる。なんでまんちゃん詳しいの、そんなの。私ね、前働いてたカフェで一度このいちびこさんとコラボしたことがあって、実際にその店舗に行って食べてみたりとか。その時は何を作ったの？いちごミルクのドリンク作りました。その時いちびこさんのジャムも売ってて、そのジャムが入ったドリンクを作って売ってたんですけど、美味しかった。美味しかったです、乾杯しましょう。乾杯。これはそのいちごジャムが入ってるいちごミルクってこと？そうですね、きっと。うん、美味しい、美味しい。角切りされたイチゴたちがどういうストローを通って口の中にやってくるんだけど、それが何とも言えない美味しさだね。美味しいです、本当に。ちょっとイチゴが入ってきてほしい。飲み方、笛吹いてる？笛吹いてない？確かになんかリズミカルだもんね。美味しい。美味しいですよね。なんか重たくないですよね。このいちびこさんが使ってるいちごって結構高級ないちごで、磨きいちごっていう、磨きをかけたいちご、その一粒いいやつは1000円とかで売られてるいちごを使ってるっていう。そんな採算合わないんじゃないの、いちびこさんは。磨きいちごの中にも多分ランクがあると思うんですけど、ちょっと小ぶりなやつとかね。そうそうそう、一番いいやつとかは1000円とかで売られてる。だからそれだけ美味しいはずなので食べてみたいと。ちゃんとどれから行く、まんちゃん。もう私の大好きなショートケーキがあるもん。これ豚になる。出ました。いいんじゃないですか今日はね。昨日も言ってた。私が気になってるこれから、はい、ニュー夏いちごのストロベリーサンド。これだってストロベリーサンド。ちょっとなんかライトな感じですよね。ケーキじゃないの。ケーキじゃないの、サンドなの。サンドだからデブにならない。サンドだもん、挟んだだけ。まあまあまあ、そういうことにしておきましょう。そういうことにしたか。いちごのモンブランタルト。もういろいろ一緒になっちゃったね。モンブランタルト、栗といちごが合わさったのね。すごいですね。すごくない？この形状初めて見たけど、モンブランにいちごがまぶされてる。合うのかな、栗といちごさんは。初めて見ましたね。どんな感じなんだろうね。すごい挑戦的。煽り上手。煽り上手ですね。そしてこれ私たちが、はい、一気飲みしちゃってしまったこれ、はい、いちびこミルク濃縮タイプの素も売ってるらしい、ね、そしてこれでいちごクリームソーダとかいちごソーダとかいちごかき氷とかいちごヨーグルトができるらしい。お家でも楽しめるってことですね。そう、いちごミルクの素、みんなこれ買った方がいいんじゃない。これは、ね、このアレンジのやつとかなんかファームのジャムとかでなんかできないんですかね。いけそう。真似する？いけそう。真似しちゃっていいかな。ソーダ割りしたら美味しいですよとか。確かに、いちごミルクの素みたいなので作ってみる。うんうん、パクリやけど。パクリやね。もう、うん、もう同じやね。パクリっていうか。同じ。私もブルーベリーいっぱい積まないといけないから。確かにね、ブルーベリーミルクの、ね、ブルーベリーミルクの素いいんじゃないの、うん、いいんでしょうか、いちびこさん。共同開発でも良いです。良い。いちごバターサンド、すごい、バターサンドにピンク。とっておきいちごのフィナンシェ。フィナンシェ、生地にもういちごが入っておりますよ。これお土産の、ね、うんうんうん、パッケージもいい。いいですね、箱も可愛い。箱もね、磨きいちごのプリンだって。そしていちごカスタード、いちごミルクヨーグルトで練乳いちごミルク。これね、食べてみたいですね、気になる。うん、ちょっと早速行ってみよう。はい、いろいろ食べながらね。いただきます。私はもうまずこれですよ、うん、どれですか。ショートケーキではないいちごサンド、いただきます。おいしい。すごかった今。おいしいって。サンドですかこれは、ケーキじゃなくて。サンドだね、どう見てもケーキだよ。いただきます。うん、軽いね。ゴロンチョイチゴがさ、すごいのよ。ゴロンチョイチゴ。こうやって食べた時に、だいたい歯応えってスポンジが締めてくるけど、これはイチゴが締めてくる。
比率が全然違う。そしてクリームもそんなに多くないっていう。本当ですね、うん、だからサクサクいけちゃいますね、うんうん、なんか気になってんだけどさ、うん、何その本なんかそこにさ、私に拾ってほしいっていう位置に置いてある。私の視線の先にあるんだけど。そうなんです。これ何かと言いますと、星ひとみさんのやつでしょ。そうなんです。だなん、星ひとみさんの転生術。これなんであるかというと、私最近ちょっと占いにハマってるっていうか、うん、最近買った本なんですけど、うん、だってさ、すごい星さんの当たるんでしょ。知らなくって、友達に聞いて、うん、すごい当たるって聞いた、うん、友達に聞いて、速攻買ったんですけど。で、さやこさんとかも占って、怖っ。これ何が書かれてるんだろう。これなんか人を12パターンに分ける占いな。月グループ、地球グループ、太陽グループ。まずはグループ分けされてる中で4つ分かれてるの。そうなんです。その中でサエコさんは地球グループなの。地球グループの大陸基本性格とか読んでみます。気になりません？気になる。まあ、それで当たってるかどうかちょっと、うんうんうん、大陸の基本性格、クリエイティブな才能が豊か、冷静で正義感が強いこだわり派。当たってます。続けて。さっぱりした気質を持ち、パワフル度が高く、思い立ったらすぐ行動。実は気が強く、うん、人を決めつけがち、うんうん、独特の感性があり、海外気質も持っています。当たってますよね。当たってる。違うわみたいなことはないね。うん、すごいよね。なんか聞きたいことあります？なんか占い、恋愛とか仕事とかもありますよ。で、仕事、仕事なんで仕事はちょっと聞いといて教えてって言ったら仕事大陸さん の向いてる仕事はあ、はあ、はい、プライドを満たせる仕事です。大陸は高いプライドを持つ天性、ネームバリューのある仕事を選ぶことであなたの力を高めることができるでしょう。実業家、ファッション関係、モデル、美容関係、デザイナー、企業開発系、インテリアコーディネーターなど、持ち前のセンスを発揮できる職業が20丸。またクールな一面を生かした医療関係、警察官、公務員なども向いています。全部やん。やばい。私がやってないの、インテリアコーディネーターと警察官とか医療系以外は全部やってる。やってるじゃんね。すごい。転職やったんやわ。これすごい当たってるの。何一派の方心理がすごいんだけど。私がなんでこれをサイコさんに見せたかったかというと、うんうん、一番重要なポイントがあって、うん、私は朝日っていうあのなんかグループの一員なんですけど、うんうん、朝日と大陸がなんとめっちゃ相性がいいんです。おどういいの。はい、読みます、うん、もう答え持ってる。朝日×大陸、うんうん、あるんだ。ソウルメイト。わーい。大陸から見た朝日ですよ、はい、はあなたにはない自由な感性を持っているのでとても惹かれやすい相手です、うんうん、朝日の無邪気な感覚を理解してあげましょう、はい、求めすぎないように一緒にいることで楽しめるので共通の趣味を探して。求めすぎないようにとか書いてある。朝日から見た大陸もあるってことですか、うん、朝日から見た大陸もあります。ソウルメイト、うん、はい、惹かれやすい相性、一緒にいることで人生の方向性や力を与えられ、うん、あなたをまっすぐ構成させ、より素敵な人間に成長させてくれます。甘えすぎたり自己中心的にならないよう大陸を喜ばせることを意識して。星さん、ありがとう。すごいだからソウルメイト、マネジメントしろっていうことで、しろって言ってるようなことじゃんね、うん、自己中になんなよ、甘えんなよ、喜ばせろよ間違いないですよね。ちなみに基本性格は、まあ、ちゃんの朝日の仲がいい人にはわがままで陽気な反面、うん、寂しがり屋で慣れるまで警戒する。あ、うん、隠していますが人見知りな一面も、うんうんうん、当たってる。すごい当たってる。あれ向いてる職業は、ヘアメイク、デザイナー、通訳、うんうん、自営業、うん、運送関係、スポーツ関係、芸能関係、旅行関係、建設関係、コーディネーターなどが向いています。運送関係、芸能関係すべて建設関係、倉庫も作ったからね。コーディネーター、デザイナーもやってるし、やってるし、結構ハマってる、うん、すごい。しかもこれ面白いのが、その好きな人とかもまあ見れるじゃないですか、うん、で、その例えば大陸が好きだとして、うん、大陸へのアプローチの仕方とか、大陸をどうやって落とせばいいかとか、それ知りたい、書いてある。サエコさんの落とし方教えられたらさ、世の中のバランスが狂っちゃうんじゃないどういう、星先生によって、よって星先生によって地球のバランスが壊れちゃう。壊れそんな1200円で教えちゃダメ
え、待って、私はどうしたら落とされるの？あ、そういうこと。それを気をつけて生きてこう。え、気をつけて、うん、落とされないように。こいつは星先生の本見てきたなって。あ、分かるじゃん。基本的に自分のスタイルを崩しません、はい、一緒に何かを楽しめる友達のような相手か、右も左も分からないようなピュアな相手か、どちらかに偏る傾向が。こと恋愛や、こと恋愛や結婚となると12転生1難しいのが大陸。でも恋愛や結婚となると12転生1難しいのが大陸です。なんで復唱したいママ太郎。結婚は難しいです。ちょっとまだ諦めてないんだからこっちは。ショックですね。ショック。そんな1200円でそんなことまで言われんので大陸に絶対言っちゃいけないこととかも。おそれちょっと知っといた方がいいじゃない、うん、知った方がいいか。大陸にこれ言ったらもう本当に大嫌いになられるよっていう。え、皆さんリスン。それ全然違うけどあなたの街が知ってるよ。自分の価値観を譲らない大陸は否定されるのが嫌。はっきりとビシッと否定されるとプライドが傷つけられてしまいイラつきます。でもじゃあ私が間違ってる時はどうやって、ね、伝えればいいんだろうね。そうですね。だから今の聞いたからさえこさんはそう言われて もう怒らない。怒らない。そうね、こっちも改めなきゃいけないってことだよね。言ってみて。さえこさんそれ間違ってますよ。鼻の穴が低くしてた。イラッとしてましたね今ね。まんちゃんはじゃあまんちゃんに言っちゃいけないよ、これ言ったら嫌われるよってのは何。確かに。ああ、あとこれ合ってるんですよね。リス、絶対に言ってはいけない NG ワード。何もかも中途半端だよね。ダメ。私だっていろんなことをやりたい人だからこう全部に手出したいタイプなんで、あ、極めてないのは確かにちょっと見せたくない部分。何かを極めるってよりももういろんなことオールマイティーにこなしていくから、うん、なんかそこが自分の中のコンプレックスだったりもするわけ。はい、気をつけてください。これ面白いですよね、こうやってみんな。面白い面白い。全然食べてないじゃん。しれっと私食べてたんだけどね。私も、うん、でもちょっとあの例の本に夢中になりすぎちゃって、あとでこれはみんなでいただきたいと思いますが、はい、今日はね、日本刀は一尾子を紹介する回だったけど星先生に食われるっていう回でした。でもね、うん、本当に当たってたから、うん、ちょっと皆さんもあの本ぜひ見てみてください。はい、ありがとうございました。